新井にとって出場は5月22日のルヴァン杯富山戦以来3ヶ月ぶりそれでも35歳のベテランゴールキーパーはこれで負けたらもうチャンスもらえないぐらいの気持ちでゴールマウスに入った前半42分には FW 島村拓也のスルーパスから DF ジエに1対1を作られるも新井がシュートストップ後半24分にも DF 川口直樹のクロスから FW 細谷正宏が決定的なヘディングシュートを放ったが後セーブでゴールを終わらせなかった1対0のまま迎えた後半42分には最大のピンチを迎える GK 荒井までボールを戻したところで新井がトラップしたボールを FW フロートに奪われてしまうそれでも意外と冷静だったという新井は懸命にシュートコースを消しに行くと フロートの無人のゴールへのシュートは枠を外した。何本止めてもミスから失点したらチームの士気が下がるだけなんで。本当に失点しなくてよかったと新井は自重する。吉田高校監督は、新井が飲水の時に足をつっているのは見てたんですけど、本人に確認したところ大丈夫っていうことだったので、そこの交代を使わずにと判断。結果的には笑い話になってよかったと思います。 勝てたのでと指揮官は表情を緩ませた。今季千葉から加入した新井、聖ゴールキーパーは日本代表の前川ダイヤが務めているため、出場機会は限られている。ゴールキーパーに関してはいつも眉積絵が出てるんですけど、翔太もいい準備してくれてましたし、今日は出てないですけど、帯、パウエルを帯んだ、もういい準備してくれてますし、高山、塩生も残って練習を頑張ってくれてました。 指揮官は、所属する GK4 選手の名前を挙げて、チーム一丸となって戦っていることを強調する。カップ戦での出番に回っている中で決勝点の起点になった DF 岩波拓也の活躍にも触れ、出た選手がしっかり結果を残していくっていうのは、二人、荒井と岩波の今日の活躍見てもチーム全体と言えることかなと思いますと称えた。